歩道に乗り上げビルに突っ込んだ車。今日午後3時前、室蘭市中央町三丁目の交差点の角にある雑居ビルに普通乗用車が突衝突しました。この事故で車を運転していた70代とみられる女性が意識不明で病院に運ばれましたがその後死亡しました。当時ビル1階のパン屋が営業していましたが他にけが人はいません。現場は緩やかなカーブで。 警察は車がスピードを落とさずビルに突っ込んでいることから女性が事故の前に意識を失っていた可能性もあると見ています。